ではですね、次にこちらドラクエ10のベンチマークを実施したいと思います。こちらプロ3ではですね、結構サーマルスロットリングでとファンの音がねひどくってちょっと幻滅してしまったんですけれども、いかがでしょうかね。こちら1920×1080 設定でスタートしてみたいと思います。画面非常に綺麗ですね。音もですね、こちらスピーカー、こちらとこちらの両方あってすごい迫力ある音を聞かせてくれます。音量もかなりの音量まで出ますね。 CPU 見てみましょう。これぐらいです。使用率が 25% とかなり低いですね。ファンの音いかがでしょうか。あ、回ってはいますけど全然聞こえない程度です。そして厚さもほんのりあったかい程度、スプロ3は触れなかったぐらいだったんですけど、熱くてね。いや、これ素晴らしいですね。かなり改善されていると感じます。うん、なかなかいいですよこれ。ではちょっと感想させてみてですね、最後の点数を見て終わりたいと思います。ちょっとファンが回ってきました。音わかりますかね。しかしプロ3の時のようなひどい音ではありません。プロ3はですね、シーッって結構な音が出てたんですけど、プロ4はサーッっていう感じですね。スコア出ました。結果ですね、普通ということで、こちらサイズがですね、1910×1080 の標準品質で標準的に使えると出ました。ファンの音もですね、そんなにうるさくなく、ほらもう今ね、終わった瞬間にファン止まりました。ということで熱もですね、プロ3ほど全然触れないほど熱くならず問題なく使えました。 CPU はね、全然 100% にいかずですね、平均 30% 弱っていう感じです。ということでこれはね、かなりいい感じに熱そしてファン仕上がってきたと思います。プロ3でかなりね言われただけあって、ですのでこのあたりね、エンコード動画するとどうなるかっていうのはまた期待したいところですけれども、とりあえずはかなりいいんじゃないでしょうか。うん、なかなか使えるかと思います。ということで今回ですね、プロ3とはかなり外観はまあ似てるんですけれども、厚さも薄くなって CPU の世代もアップし、そして排熱と熱、ファンの音、ファンもね抑制することなく、今これ完全標準の状態ですけれども問題なく不満点なく使えるかと思います。ということで今回マイクロソフトサーフェスプロ4 Core i5 の 256GB ストレージメモリーが 8GB のモデルをご紹介いたしました。とってもいい進化だと思います。今回見てください。ありがとうございます。